本名上田博史、昭和35年日本プロレス入門、同年入門に猪木寛治、馬場翔平がいる。その陰に泣きながら彼はいつしか悪の化身となり、頭を金髪に染め、客の傘まで狂気にする男、考える狂気、その名上田馬之助。試合から試合、旅から旅の、ホテルの一室で細々と額の絆創膏に点をやって、狂気の栓抜きに巻く包帯。その時の馬之助の瞳に光る少女のような輝きが一らしい。おお、曲げるな曲げるな馬之助、男の生き様見せてやれ。おお、負けるな負けるな馬之助、ついててもしょうがないけど俺がついている。皆さんこんばんは。馬之助のね、あの鳥だって自由なのに人の顎を舐ると思ってんな、バカ野郎だろ。試合から試合、旅から旅の、地方の小さな町に来て、スポーツ用品店の店先で、市内を一本くださいと小さな声。その時の馬之助の口から出る、領収書をくださいの男らしさ。ほう、負けるな負けるな馬之助、男の生き様見せてやれ。おお、負けるな負けるな馬之助、ついててもしょうがないけど俺がついている。おっぽんおっぽん、僕にもつけた。試合から試合、旅から旅の、暇を見て出かける美容院、順番待ちの奥さんの視線をよけて、金髪に染めてくださいと小さな声。その時の馬之助は赤い顔で、最後まで寝てるふりの我慢強さ。おお、負けるな負けるな馬之助、男の生き様見せてやれ。おお、負けるな負けるな馬之助、ついててもしょうがないけど俺がついている。ある日地方の町で定食屋に入った馬之助は、その店の親父に、うちじゃ悪いけどあんたに食わせる店はないよと言われた。馬之助は怒るでなく泣くでなく、微笑みながらその店を出て行ったという。その時、私は馬之助のあまりに巨大な器を見た。試合から試合、旅から旅の、合間を縫ってかける国際電話。アメリカにいる妻子のもとへ、今日もまた俺のこと分かってもらえなかった。その時の馬之助の口から出る、正義はせずの言葉が憎い。負けるな負けるな馬之助、男の生き様見せてやれ。おお、負けるな負けるな馬之助、ついててもしょうがないけど俺がついている。おお、負けるな負けるな馬之助、各選手に入ったものたちを室内でめった打ちだ。